村上直樹のマーケットニュース皆さんこんにちはこんにちはさんお橋し子ですそして村上直樹さん今週もよろしくお願いいたします,しします久しぶりのスタジオです、はい、5月15日月曜日です まずは、えー、債務上限問題に揺れるアメリカなんですが、まあ、マーケットはあんまりこれを意識しておりませんで,うで、ねうん、先週は CPI が出たり、うん、えミシガン大学の消費者信頼指数が出たりというところが注目なんですが、はい、アメリカのインフレ率鈍化しているようですが高止まり。まあ、はそうです、ね、はそううでですすねね えただドル円相場はこの CPI が出た瞬間はポンと下がりました5%が4.9になったということでヘッドラインで下がったんだと思うんですが週末にかけて今度はミシガンの消費者信頼指数自体は悪かったにもかかわらずインフレ期待が上がっていたと、うん、先々のインフレ期待が例えば長期5年が3%だったものが3.2%ということで2011年以来の高水準。そうですね インフレは長期化するということでんどれだけなんでしょうかまあ、ねうんまあ、そこまでちょっと言い切れるかは、はい、あのちょっとあのまあちょっと置いときたいなと思う、まあ、僕,僕からすると CPI とミシガンで、はいえー、さっきのその奴隷の反応であの説明してくれたことと<え>あの一て一いだった、うん、ほぼ変わらずで金利水準も去年あの先週はあんまり変わってないんですよね。はいまあ、だからにとっても まああのどまあ、ほぼニュートラルっていう感じかなっていうのが結論だと僕は思っているんですよ。はい、でこのねミシガンのこの期待インフレ率は確かにあの、まあ、去年ね思い出してもらうと、まあ、その75ベースに確か利上げ幅を拡大した時の最後の決定打がこのミシガンの,のサーベイだったんですけども。 実はあの後で下方修正されたりとかしてそこは多少割引くと思うので、はい、あのやっぱり今の FRB の判断っていうのは、まあ、もちろんその高インフレだからまだ全然油断できないっていうことは、まあ、ずっと同じことをみんな言ってますけれどもやっぱりその銀行のね、えー、問題っていうのを、まあ、これをどう考えて まあ見据えてていいくかっていう、まあ、フェーズにも変わってる、まあ、これは別に僕だけ言ってるわけじゃなくて、まあ、大体の今の債券市場の関係者の見方だと思うんで、ね、それをこう覆すほどあの去年先週の、ね、インフレがまあ強かったかって言われると、まあ、そこまでではないかなっていう結論でいいかなとうう思うんですよ。まあ、だから、まあ、マーケットの反応はお、まあややあの後追いで解釈してそれが、うん、それを違うともう言えないかなっていうそういう感じでいいかなっていうふうには 思いますドル円だけ見てるとちょっとね、はい、あれなんですけどユーロがなんか崩れてきたなっていう,うまあ金曜だけ言うんじゃないですか、ね、まああのそれもちょっとユーロ高が少し行き過ぎてたのかもしれないんですけども,、はい、で,もでもちょっとこれ、ね、本来その、ね、債務上限の話とか出てきてドル安があの の材料が結構多いと僕は思うんですけども、基本的には今ね、うん、今はね、だから緩やかなドル安でいいと思うんだけども、まあでもやっぱりこうなんかちょっと短期的な思惑で少しこうドルが変な動きをしたというのが金曜日なんじゃないかなというふうに僕は思ってます。まあなので、まあドル円今ね、え百三十五円後半か六、まあ今日百一三六までいったのかな。うんで、まああの。 金利についてはアメリカの金利については、えーまあ、あのちょっとやっぱり、まあ、コラムでも書きましたし先週もちょっと申し上げたと思うんですけれども、はい、まあやっぱ産経収入の早期利下げの見通しってやっぱり結構強いんですよね。月月、ね、月あたりりかかから。今7月かどうかっていういいいのがで揺れれ動いていて、てままあ、まではほぼ織り込まれて、まあこの FF 先物市場での、まあ、いわゆる債券市場での織り込みっていうのは少しこう極端でやっぱりダウンサイドリスクを強くこう織り込まれちゃうっていう性質があるんで、まあ、皆々なね早期利下げ期待っていうのを見てるわけじゃないんだけどでもやっぱりなんとなくそのこの債務上限問題とかもあ,あるんでダウンサイド金利が低下する方にベットするえ人がやっぱり多いのかなでもやっぱり、えーまあ、それとその FRB の今のね、はい 見方だから、まあ、僕は基本的にあの、まあ、ここ12か月結構同じことを言ってると思うんですけども、えー、この金やっぱりその本当に金融危機的なことになればそれは利下げするのは当たり前だけども、はい、まあそうじゃなければあの普通に考えてインフレがあのやっぱりもうちょっと2%にこういくっていうのが明らかになるような経済状況にならないとやっぱり利下げっていうのはなくて。で やっぱりその、まあ、すぐね、利上げしたらすぐ利下げみたいなフェーズっていうのは、それはあの、前回とか、そのね、2000年代以降の FRB の政策反応だったらそれでいいと思うんだけれども、やっぱり、インフレ率がやっぱりね、違いますっていうところを、が、やっぱり、今後やっぱり意識されて、えーまあやっぱり、フェドは、あの、 まあ、年内はやらたぶ、うん,なんか多分要は高止まりするような <laughs>、はい、あの感じになってくると、まあ、少し米国の金,金利はちょっとやっぱりこう下がっ銀行の問題があってから下がってそのままなんですよね。ますだからじゃ、まあ、もう一回ね10年金利で4倍1回はちょっと微妙だけども、まあ、いかなくてもやっ,ぱりやっぱりちょっとこう利下げの織り込みすぎて。 利下げを少し追い込みすぎているのかなって、そうするとやっぱりドル円がもしかしたら、まあ、1 4十いかどうかわかんないけどね。うんはい、あの、そういった動き値動きを見せて,ても、まあ、おかしくないかなっていうふうに個人的に思ってます。だって、 まあでもあと債務上限の問題がありますからね、うん、債務上限は、うん、今週 G7 ということでバイデン大統領、うん、まあ先週あたりまでは来るとか来ないとか言ってましたけど来られるということなので、はい、だから,だからまあ一応その先週のニュースの解釈だと一応この週末その、えー、とマッカーシーとの協議のをこ今週これから、はい。 で先送りしたってことはあの週末に事務方の方でおそらく詰めて合意、えーまあ、に至るかどうかはともかくあるいはその先延ばしするのか分からないけども、はい、まあ,ある程度そのまあ何あ、まあ、て言うんでしょう、まあ、すぐその6月に入ってデフォルトにならないようなあ何らかのその、まあ、先送りっていうので、まあ、そういう方向で事務方がようやく動きつつあるから多分日本に来れるっていうふうにまあ 普通と解釈しますけどね。まあ、イエルン財務長官6月1日っていうふうに区切ったのは、まあ、ややちょっと煽りというか。まあ、早最悪シナリオなので、ね、で、実際はその6月15日まで持てば、あの、1ヶ月は持つっていう感じなので、で、これは、あの、まあ、税収がどれぐらい入ってくるかっていうのは、やっぱり、やっぱり分からないから、やっぱりその、 でそれを、ね、えイエレンさんはあまあすごく慎重に最悪のシナリオだとそうだっていうふうに言っててなんか一説には今回所得税意外と見込みより少ないっていう、うんはい、意外とっていうかその去年よりは全然少ないんです少ない,っていう少ないであとその、うん、去年がむちゃくちゃ多かったんで,、はい、であとはそ,その前の年よりもやっぱちょっと少ないんですよおじ税収であそれはあの税率もね、はい、実はそのバスケットが変わって<あ>バスケットと要はそのそうなんですかそうあの あれじゃないですか。アメリカぐらいインフレになると、うん、その税率があのずっとあの同じだと、その要は自然に税率が上がっちゃうわけでしょ。で、その調整って毎年やってるんです。<ー>で、それが1月からそのね、だから日本だとその例えばなんか750万みたいなのが例えば2割から3割にその限界税率が上がるっていうところなんだけども。 それがね、変動するんですよ。アメリカ、<ー>アメリカみたいにインフレがない。日本も本当はそういうそれぐらいインフレ動画、インフレに,フレにいやそれはしないとやっぱおかしなことになるかなっていう感じなんですね。うんうん でそれもあって多分ね税収が確かにこれはね1月からねあの家計の所得統計見てるとあのそんなに伸びてあるいは税収が少ないんですよ。いやだから中ですよら本当は秋ぐらいまで持つはずだったのが意外とまあそれも多少は影響してると思うんですね。多少は意外と早いかもっていう話になっ,、ね、になっちゃってるっていう。 いやまあまあそれ,、まあ、それは知識 <laughs>、はい、なんでまあそれはいいとしてでも要はその債務上限問題はまあもうけこれね誰ももうせ結局政治マターででもうギリギリまで,で、ね、プロレスみたいなもんですよねで仮にまあこれもういろいろ言われていてまあデフォルト認定までいくんじゃないかって言ってる人もいるしでもそれってみんな誰も分からないそれはないかと言われるとそれはありえますということなんですどこかの格付け機関がね、うん、引き下げたりなんかしたら別に格付け まあ今、フィッチが一番、あの、それをこう、匂わせてるんじゃないかと。やるぞ、みたいな。ですけども、まあ、ただ、一旦その、あと、こうね、え、要はその、利払い、要は財務省の権限でどこのお金を支払うみたいなことをその選ぶんですけど、それもその、財務省の権限でそれができるのかみたいな、まあ、そういうもう、細かい話になっていて、で、それをやった瞬間も、フィッチは、あの、 テクニカルデフォルトの認定する<ー>でそででっていうふうになんか言ってるらしいんですはい,はい。だけどでも何、まあまあ、て言うんでしょうそれってやっ、まあ、最終的に落としどころはでもそれやると政治家がみんなあのダメージを食らうんでいやそりゃなんとかなるでしょうっていうのがまあ一番の,あの、まあまあまあ、僕も含めた、まあ、多くの人が思ってるから。 あのこういうマーケットの状況でまあでもあれじゃないですかやっぱりその本当大変だみたいな話で短期的にはねこのノイズがでもうちょっとこのプロレスの最後を見るまでにまあ少しあの株やっぱり今の株のちょっとバリエーションが少し高いっていうのがやっぱり気になりますよね。そうなんですよだからそこまで一回いってそれでえまあ株が若干ややね調整してあれこれはまずいって話になるっていうのがまあもしかしたらその。 ライクリっていうかありうるシナリオかなっていう気がしますしあるいは全然関係なくいやもうなんかあのこれ和田さんの話を一回これ聞いたことがあって、はい,なんかいやその誰が担当でとかっていう話の共和党と民主党の中の,この、はい、えそれぞれの駆け引きの中でその財政部門全体の,その歳出を見直すには何とかっていう議員さんでみたいな話をちょっと僕一回説明受けたことがあって。えーはい そうすると、こう、人的に見ると、まあ、ある程度妥協できそうなところは、あの、要は交渉できそうな人が一応配置されてるんで、みたいな話があったので、まあ、そこはちょっと、あの、本当は私さんにね、あの、フォローしてやってもらえると思って、僕はちょっとそこは、あの、詳しくはさすがに話せないので、そこまで見,て見,見切れてないので、政治まだ、ね、なんで。<laughs> まあ、なんかそういう話もあるんで、まあ、多分、なんとなくアメリカの中では、 まあ結局、まあ、これまでもずっと毎年繰り返してるしみたいな話なのな大丈夫でしたうっていうことだと僕最後は思うんですよ。で仮にでク,クニカルデフォルトになっても2011年にその実際に格付けの引き下げがあっても別にそれでじゃアメリカ経気交代になってかってそれはないですからね別にねで。やっぱお金が本当に、えー、止まって政府が全くそのお金をそれはあの払えなくなったらそれはもう大変なこと政府部門のに勤めてる人の給料が全くなくなるとか社会保障が 支払われなくなるなんて、それは結構大変なことになると思うんで。まあ、それはないかなっていう気はしますけどね。はい。はい。はい、ということで、えー、株式市場はほとんどこれ織り込んでいない。織り込んでるの債券市場の本当に短い一ヶ月ものの。一、ね、ヶ月ものの、その対象のね。はい。実際に、この四月八月とかに満期が来るところだけは、あの、すご、もう誰も買わな、危なくて誰も買わなくなて。も金利急騰しちゃってるん、ねうん。っていうことですね。はい。はい、まあ、そこはもうほとんど意識しなくても。 <laughs> ですかね。うん、まああのまあこれはあのあ,あまり正直僕ね自信ないです。だからだいやそれはどれこれなんかあったら,ら、ね、別にあのまあ基本シナリオはそれはあのあまり基本シナリオでいやこれはもう、えー、デフォルトするって言ってる人はまあ僕は見たことないので。に <laughs> まあまあそうみ。みんなプロレスなのはわかってるけれど <laughs> そうそうそう。でで <laughs> 何らかのミスか要はその誤算があると、うん、あの要は政治的な政治なんで。 お互いにこうミ,スあのミスコミュニケーションがあって何か,かのきっかけにギリギリでやってるからなんか事務的に間に合わなくなっちゃって、えー、支払われなくなってっていうのが予想外になってびっくりするっていうのはまあ あるそれあのありえな、なか可能性何パーセントって言われたら、それはい十パーセント、二十パーセントぐらいあるじゃないですかっていうことなのかなというふうに個人的に思います、ね。まあ瞬間的にボラティリティが上がる、まあちょっとキュッと株が下がることはあってもまたそこはでもねみんなそれ狙ってるんですよ。はいまた買おうと思ってるんですよね。だから下がらないですね。そう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 。いはい。え、うん、そしてまあ日本株市場非常に堅調なんですが、あの日本の状態と言いますと例えばあの。 去年円安だったという効果が強いでしょうか2022年度の今一般会計の税収非常に高かった法人税の税収22%増所得税6.8%消費税も7.3%増ということで、はい、去年一年間の税収54.7兆円ですか、ね、昨年度ですね3月末ですね2022年度ですね,、うん、ですねはい。まああのね まあ法人税が20%増えるというのはまあ,まあ企業の利益っていうのはまあ10%ぐらい増えるしまあ一番まあ税収断性値が高いところじゃないですか。だ、はい、から税収断生値っていうのは要は所得の伸びに対して税収がもっとこうね伸びが高まるっていうことですけれどもまあそれがあの去年はねあのやっぱりあの起きたということであのまあ 正直 GDP の実質ベースの成長率はそんなに高くないんだけども、やっぱりインフレ率が高いと、やっぱり名目の経済成長率が高まるので、はい、まあそれがやっぱり影響して、所得税も消費税も増えたと。で、まあこんな7%も当然ね、ウェブ GDP がもちろん拡大してるわけじゃないんだけども、やっぱりその拡大する場面では、さっき言った男性値っていうのがこう上振れやすいんで、まあ,あの多分この2020、昨年度に関しては、 まあこの2以上でねあのずっとこう続くわけじゃないんだけれどもやっぱりそのまあ一番やっぱりその財政再建に必要なのは財政再建を本当にやりたいんだったらこういう経済状況をやっぱり持続的にやっていくっていうことなんですの 絶対、まあ、ちょっと財務省さんとかがその慎重に見てるよりも増えるのが現実なので,はい、はい、でさっきそのアメリカのところでその、ね、要は税率をねあのインフレが上がるとそのバスケットを変えなきゃいけない税率を、ね、毎年変えなきゃいけないっていう、まあ、それぐらいこう、まあ、アメリカのインフレはもちろん行き過ぎなんだけれどもやっぱそ,のそれがずっと変わってないってこと自体もなんかおかしくてずっとこうインフレになってる世界だとそれって起きる,起きるわけですよ。 やっぱそういう経済状況にするっていうことが、まあ日本の場合はね、あのー、まあね、高インフレで大変だとかって言ってますけど、まあ僕みたいにアメリカを見てると、うん、全然物価が安定してすごく平和ですねとしか言いようがないので、<laughs> まあそれでも、そういった状況でもやっぱりあの税収っていうのは、あの、これだけ売、えーね、れるっていうことなので、はい、やっぱりその、 まあ自民党の中でもいろまあねどうしてもあの官僚寄りの議員もいるしまあでもやっぱりそれとは違う考えの議員も結構いるのでやっぱりこの自然増収をちゃんと使え結構何数兆円で上振れてるっていうところが、まあ、ち,ちゃんと議論になればあの、まあ、増別に今ね増税がどうこうって実は具体的にはもうプランに載ってなくてまあ,あの、まあ、保せいぜい保険料収入をどうするかって細かい話になってるんで <laughs> あのやっぱりこの増税 やっぱ増税の議論をそのあのなるべくこうな浮上させないためにもこういうふうに、まあ、去年起きたように、はい、別に円安で大変別に円安で経済が悪くなったりもけゃって円安で物価高になって税収が増えてますで実は余裕できていてこの防衛費の、ねえー、部分についても実はまあ全部はもちろん無理だけども何分の1かは、ね、相当カバーできてますみたいなところを、はい、本当はね真面目に議論しなきゃいけないと思うんですけども。 まあどうしてもなんかそういうところはやっぱり報道側あほうが報じられない,い、ね、まあなぜかはまあ言いませんけれども、はい、あのそういう部分があると思うのでそれはあのやっぱり政治家さんが、ね、ちゃんとこう、まあ、国民の声を聞いて政治家さんがちゃんとやってくれればあのもっとまともな、ね、財政に対してその、まあ、増税だけじゃないような議論は、まあ、十分可能だということを示しているということかと思います。 そして賃上げですけれども日経新聞がまとめた2023年の賃金動向調査では賃金上昇上げ率前年比1.54ポイント高い3.89%去年よりも1.54高いということで,す、ね高いですね、前の年と比べて308社の調査ということでこれは日経調べではなくても。 そうですね日経調べだと少し大企業に偏っていると思うので高いんですけど春闘のいわゆる調査で、はい、もうちょっとこう中小企業もまあ含めて広範囲な部分でいうと、まあ、多分3.5%ぐらいだったんでまあこれでも、まあまあ、1990年代の要は前半93年とか92年以来いたと思うのでまあそれは,あの年は今日ほぼ30年ぶりだからようやく。 まあまあ去年はねそのあれ、まあ、当然いろんなインフルエン率で3%以上になってるんで、まあ、そ生活費の補填っていうことであの、まあ、ちょっと余裕がある企業は普通はそれは補填しますよねっていうことがあのなそ,それで上がってる部分はあると思うんで,であとはやっぱりこれが本当にこう マクロベースのあのね賃上げ今年のこれが本当だとすると4月からのいわゆるその毎月勤労統計にオンされてくると思うんでまだあのどれぐらいオンされるかとやっぱりもうちょっと見ないといけないと思うんですけども、はい、まあでもあのまあ実際にそのようやくインフレとまあ賃金の好循環っていうのがまあ30年ぶりにこう見られてるということなので,で,、ねはい、でだから去年円安で大騒ぎしてた人たちはあのまあ 何を言って、こういうことがね、ちゃんと起きるっていう、そのね、実質賃金が高く大変だとか、そういう話じゃなくて、賃金だって当然遅れて上がっていくんだっていう、まあ、なんて言うんでしょう、当たり前のことを、まあ、普通にこう、金融緩和の効果が波及して、あの、起こることが、まあ、自然に起きてるという、まあ、そういうふうに評価できると思うんですね。だから、アベノミクス、というか、まあ、黒田金融緩和が、まあ、 黒田さんがあのご退任されてからようやくその効果が。見えてきたっていうか、ね、あの、現れてきたということで。とうん、まあ、だけど、あとはその、僕は、その、これぐらい上がると、上、上田、大政、上田さんは、上田総裁は、やっぱり YCC すぐ推薦するのかなと思ったんですよ。はい。うん。だから、これ、こういうのが、で、あの、例えば、春闘も含めて、そのね、90年代の前半以来だっていうことになると、やっぱ結構な、な、と思うんで、まあ、 あの、もしかしたら、あの、まあ、あなんて言うんですょインフレが持続的になる、なりつつあるっていう判断は、まあ、あできなくはないかなって気がするんで、うん、まあだけど、あの、まあ、あこの四月のね、4月の会合会見,会見でも、はい、まあ、あやっぱりその一年間だけのこの賃上げって、まあ、あさっき言ったように、結局、今回の賃上げって、ええー、 やっぱりその円安がめちゃくちゃ進んで、その生活費があの補填しなきゃいけないっていうところで一時的に上げた部分も結構あると思うので、やっぱりその持続的かどうかってのも当たり前ですけども、そのよくやっているその需給ギャップの話とか、はい、あの経済全体がやっぱりその、えー、その2%のインフレをまあ毎年安定的にね、そう安定的に上げるのが当たり前のような状況まで持っていかない。やっぱそうすると持続的っていうところがキーワードになるので、やっぱり上田総裁のその記者会見を聞いてると。 やっぱりそれはあのやっぱり別に来年の春とまで待つ必要はないけれども来年の経済経、まあ、来年見ても、まあ、どうあのいろんなその経済全体のバランスとかから見て、まあ、来年も同じぐらいあるいはその3%以上の賃上げっていうのがこうで見据えられるような状況になればみたいな,なんかそういう感じでおっしゃってたので結構そうなんですよね。うん、そうだからだからああの予想外にというかまあこれはあのいいことだと思うんですけども。 まあこれはねあの、まあ、そうやって僕が騙されてるだけかもしれないんだけどもあのやっぱりそういう <laughs> あの予想以上にあの将来のに関してはあのやっぱりこのアメリカとかの景気減速の影響をまあでも含めるとやっぱり日本経済だけで、えー、なんて言うんでしょう日本経済はまあそんな悪くはないけどもでも。 やっぱりその,その力強いかって言われると、ねはい、あの、外部環境をこう跳ね返せるほどむちゃくちゃ強いかって言われると、まだそこまで自信がないわけですよ。うん。だから、あの、慎重でいらっしゃるっていうことなんじゃないかなっていう気はしますよ、ね、だから、あの、このち上げの話に関しては、あの、すごくポジティブだし、まあ、さっき申し上げたその黒田総裁の成果であると。で、それを、あとは、あの、本当に上田総裁が、あの、 このコロをこね、さらにこう続けるような政策を、まあ今やってくれそうなので、まあ少し安心かなという、そういう感じで今考えていますそうですね。はい、ちょっとドル円もあんまりこう円高にいかなくなってきましたもんね。そうなんですよね。だかそ,、ね、その、まあ僕もちょっと意外、僕もあの円高じゃないかってちょっと書いてたんだけど、まあ僕も含めてみんな外してるはい、私も <laughs> いいなんですけど、ね。まあいいいや、それは <laughs> あの、やっぱりちょっと、やっぱ上田、上田総裁がやはり、その、 えー、昔のやっぱり日本銀行さんの日本銀行の,のきゅまあって言い方は少しこうややこう極端に言うと主給派に近いのかなと思ってたんですけどもでもやっぱり僕もちょっとコラムでか書いたんですけど、まあ、やや言い訳になりますが、まあ、でも上田総裁が何をしたいかいやミッションは簡単でいや黒田総裁の続きをやってほしいというふうに言われて多分やってらっしゃるということだと思うので。はいはい でそれがやっぱりその成果になるというふうにお考えであれば、まあ、慎重にやっていくっていう、うん、まあそういう感じにもしかしたらなりつつあるのかなでまだわまだわかんないですけども、はい、でも今まだねご就任されて2ヶ月で、ままあ、た単純にあのいろいろこう材料をまだ,かまだ考えてらっしゃるからあのずっととりあえず同じっていうスタンスでいらっしゃるのかもしれないのであの、まあ、油断は禁物だと思いますけども今のトーンが変わらないんであれば。はい やっぱりその僕がやっぱりこの6月と6月7月にありえるって言っていた人、まあ、僕も含めてそうなんですけどもそれをやっぱり YCC の修正に関してね6月4月って言ってても別にそれって急ぐ必要ないよね。 ね、やっぱ年末とかになるのかなっていう。なんかそんなムードに今。時間軸、はい、まあ、そうやって予想を変えてる人も今結構います、ね。そうですね、なってきました、ねうんまあ。だから円安になってるんだと思いますか、ねはい。はい、はい。うん、この点は非常にいいということで。こ、ね、はい。日本株市場非常に強いのも、まあ、そういったところも一因としては。いや、僕は、そ、あの、まあ、その、日本株がなぜというか、まあ、まあ、今日は時間ないから言いませんけれども。はい、まあ、まあ、バフェット効果もあるかもしれないけど、やっぱり、やっぱり、あれですよ、日本銀行ですよ。よ <laughs> 金融政策ですね。やっぱり、これで。 ね、あの、安心か。まあ、日本カップも別に、これ、はい、だって年初からのリターンで約10%になっただけなんで、まあ、ヨーロッパと要は、先に上がっていたヨーロッパとか、例えば韓国とか台湾に追いついただけなの。<laughs> 正直言うと、だからちょっと今盛り上がっているのはそのその、もちろん PR 改革とか、はい、まあ、もちろんそういうの、はいはい、僕は知ってますけれども、はいうん、まあ、まあ、この時にはそれは別に、まあ、十分あり得る話だし、まあ、もうちょっとやっぱり、 本当にピ、何ででしょう、市場改革みたいなのが織り込まれれば、こんなんじゃない。っていうふうに僕は思うんですけどね。まあ、だから、僕もね、もうちょっと日本株、ね、投資とけば、まあ、個人的にね。あの、もうちょっとブルで、い、いても、いてもよかったかなっていう。気がして、少し後悔してますけども。<laughs> いや、いや、いや、日銀がいい方向で、ちょっとこう、予想を裏切ってくれてるっていうのがね。うんねうん、プラスであると。ね、はい、ありがとうございます。今週も村上直樹さんに伺いました。ご覧いただき、ありがとうございました。 日本には近代政党が必要だ、近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今、直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか。 チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため